Cause baby, I feel real good and I wish I would. おはようございます。今日はですね、ニンニクをですね、もう取っちゃおうかなと思いまして、天気もいいことですし、今日は名古屋30度ぐらい近く上がるんですかね。で、今日ちょっと朝から、周りのニンニク全部抜きまして、こんな感じですね。はい、こんな感じで、もうニンニクを今剥いているとこですね。剥いているじゃないわ、取って、乾燥させてるとこですね。はい、こんな形でちょっと今回ね失敗しちゃいました。なんか去年はうまくいったんですけどね。でもうここのどこもニンニクないですし、そうですね、それと最近ではですね、トマトですね。トマトはね、ベルモンテのトマトなんですけど、むちゃくちゃ大きく立派になってきて、見えますかねこれ。もう蝶々が、はい、これは結構いいと思います。それとサンチェですね。サンチェがあって、シシトウですね。こんな感じです。で今からですね、まだあの奥にですねニンニクがあるんで、あれを今抜いてですね、最後今日明日ちょっと乾かしてですね、日干しして、それから乾燥したいと思います。今ですね、息子がですねデッグボタンは初めてのカメラやもんですから、この今これ抜いとる、このニンニクを抜いとるいい場面、この場面を全部録画してなくて、抜き終わったやつもう一回ちょっと再現ですね。本当これ抜いとったんですよ、かっこよく。これをこう持ってですね、はい、今からこれを乾燥させて一作業します。こんな感じで、でこれでハサミでこんな風にですね細かく、これはちょっと立派でしょ、ね、で細かく切って、であそこで日干しを1日2日してからそこで乾燥させるって、そんな感じです。じゃあまた撮ります。とりあえずアニオン。これですね、これですね、ちょっと、ね、日干しやっていきます、ね。こんな感じです。じゃあ一応ニンニクはこれで終わり。今度はまた苗買いに行ってですね、キュウリ植えるとこをちょっとまた撮りと思います。アニョン。野菜の苗をですね、ちょっと買いに行こうと思って、ホームセンターに向かってます。今日は暑くなりそうですね。30度近く行きそうです。名古屋。それじゃあまた。今ホームセンターで買いました。こんな感じですね、はい。ピーマンとナスとキュウリですね。キュウリ、これはキュウリの、つるするじゃない、ネットですね。ネット、でこれがじゃじゃーん、こんだけまた買いました。こんな感じです。ですね、今キュウリのネット、キュウリネット作りますね。ちょっと頑丈な、
実はですね、ここにこんだけあるんですよ。結構あるでしょう。実はですね、僕は小さい時から工作が好きで、物を作るというんですかね、もう大好きで、まあ今日の作業の中でもこの、そうですね、支柱を立てる作業、もうこれ大好きで大好きで、はい、こんな感じで完成させます。去年キュウリを作った反省点はですね、すぐ大きくなっちゃうんで、キュウリは小さいうちに取れ、教訓です。今からですね、これですね、夏風味植えていきます。実はですね、僕キュウリが嫌いでですね、まあ、けどなぜ作るのかっていうと、まあ、簡単にできるからです。はい、すいません。おはようございます。今日はですね、昨日ニンニクを全部抜きまして、今日はですね、昨日は抜いて乾かして、で今日は乾かしたニンニクをですね、ちょっともう一度、風通しのいいとこで2ヶ月ぐらい寝かすっていうようなことを言ってたんで、こんな風にしました。こんな感じですね。見えますかね。はい、こんな感じで、駐輪場の軒下ですね、屋根の下にこういうふうに、カゴをつけて、こうニンニクですね、ニンニクを置いて、これで2ヶ月ぐらい乾かします。そんな感じです。それと昨日買ってきて植えたんですけど、ナスビですね。ナスビが結構しわくちゃいなと思う。トマトもこれも実が出てきましたね。はい、トマトこんな感じで実が出てきたんですね。はい、あとですね、あとこっちは、あ、そうですね、これがピーマンですね。京緑ってやつですね。ピーマン。こんな感じですね。と、こっちがシシトウですね。それと、向こうに行くと、昨日キュウリ作ったところですね。そうですね、こんな感じで、ネットがしっかり、はい、しっかりガンガンにくっついて、キュウリですね。もうそろそろ、そうですね、ね、つるがこういうふうに伸びてきますね。ひげが、はい、こんな感じです。はい、こんな感じで家庭菜園はひとまず、
終わりですね。なかなか苗がなくて、花はあんまりしたくないし、何かしたいんですけどね、はい、だけどそんな感じです。また、ブログ上げます。アニョー。